中中ーパークは、韓国、カンボンド三直市道、フカ深浦里にある、観光地である。中中ーパークの二人のリレールバイク、中中ーパークの四人のリレールバイク、このリゾートは、カンボンド三直道、フカ深浦南道99にある。ウラ里一帯の旧例東線廃線を利用して、造成された、鉄道のテーマと地域の文化資源を中心とした、リゾートで、 国内初の鉄道体験型リゾートでもある。当初の名称は、ハイワンスイッチバックリゾートであったが、発音が難しく用語が難解であることから、列車を指す自動語である、チクチクポクポクに着眼して、チューチューパークに変えた。チューチューパークを運営する、ハイワンチューチューパークは、高原ランドと韓国鉄道施設公団が出資して設立された。 桶里峠の傾斜を克服するために作られたスイッチバック、インクライン、山里トンネルなどの鉄道施設を活用して建設されたスイッチバック区間には蒸気機関車の形の観光列車が運行されるスイッチバックトレインが旧深浦里信号場から続いていたインクライン区間には約 1km のインクライントレインが山里トンネル区間には 国内で最も速い時速2 5トルのレールバイクが造成された。この他宿泊施設、キャンプ場などの施設を備えている。また、2億年前の古生代に形成された深浦峡谷,谷にはトレッキングコースが作られる。スイッチバックトレインは2014年10月24日の中中パークの会場とともに運行を開始した。この列車は、 廃線となった例東線の一部区間を活用した観光列車で、中中ステーションと同系駅間のスイッチバック区間を運行する。当初は、ラカン定駅まで運行したが、2015年の鉄道安全法に基づく総合試験運行をして、2016年1月9日から同系駅まで延長された。a b 2 0 1 4 4 1 2 0 7 1 1 4 5375、2五二8 3 7 2 0二8 1 1 3 2三二9 3 9 2 0千9 1 1 1 2 20135、アーカイブ2014年4月29日、ウェーバックマシン、2012128、201358、201356、29、20131120、20141024、 2016-113ありがとうございます。